どうも皆様こんにちは。タブレット順です。今日はですね、後ろにこう見えてると思うんですけれども、ラジオ日本の、スタジオに今おりまして、いつもお送りしております音楽の黄金時代の本番前という、状況なんですけれども、まああと40分ぐらいで本番。大体ちょっとこの少し余裕がある時間を少し眠くなっちゃったりして、こういつも うとうとしちゃったりしてるんですけれども、今日の特集が、年代特集で、昭和53年という特集で、まあ、いつも生歌というのを、ただ最近はちょっと本番生放送中に時間があればポロンとワンコーラスないし、ちょっとフレーズだけという感じでやってるんですけれども、まあ、今日も、いつも僕はちょっと話がなんか不意に長引いちゃったりして時間がなくなったりということも よくあるので、歌うかどうかわからないんですけれども、その昭和53年の「紅白歌合戦」で歌われた布施明さんの「巡り逢い紡いで」という、名曲ですね。偶然いつも黄金時代の、収録の僕が放送の前に収録に来られている隣の隣のスタジオに今いらっしゃるのが森川ゆかりさん、布施明さんの奥様ですね。 さっき、そういえば偶然この歌を歌おうとしてるなと思ったんですけれども、奥様がいらっしゃる隣の隣で ご主人の歌を歌ってしまうという。まあ、練習という感じでちょっと今歌ってみようかなと思います。まあ、大塚白道さんがちょっとつながりがあって、藤井幸之介さんという、作詞家の方、銀座遊びという曲をいただきまして、もう白道さんというと藤井幸之介さんがもうずっとパートナーで、ただこの曲は、作詞家ルイさんという、ちょっと白道さんの亡くなる割と間際になってしまうという、その頃にはルイさんがよく作詞していたという「巡り逢い紡いで」をちょっと練習を聴いていただければと思います。マニキュアが呪いかける、割れる、剥がれる、巡り逢い紡いで、愛の色に織り上げたあなたへの燃える断ち切れない、消せはしない。束ね髪をふわり広げて、かわいい女作ろうって、ただひたすらにつなぎ止める、行かないでこっちを向いて、初めてつけたマニキュアが呪いかける、割れる、剥がれる、
の色に折り上げたあなたへの燃える火を断ち切れない。消せはしない。夢の中で歌ってるような感覚で歌ってしまいましたが、でも名曲ですね。こんな感じでいつもここで、放送をしております、2時間ですね。この後もう生放送ということになりますが、割と誰もいないという感じですね。今河合さんも席を外しているので、はい、目の前にはビート和夫さんただ一人と。土曜日のラジオ日本は本当こう静かな感じでお送りしておりますが、はい、これからも音楽の黄金時代もどうぞよろしくお願いいたします。タブレット潤でした。